ってことはね、ひょっとしたらその超安全運転爆音族ってみんなお構ちゃうかなってみんな気がついたでしょ。そうやね。なんでかって言ったら、暴走族っていうのはね、実は女性的な音を立てとって超えちゃうね、音が。まあバイクなりなんなりの音かな、めっちゃ女性的やって。実は、まあ、女性的な暴走っていうどうやったらやろね。まあギタリストとかって似た感じかな、女性的な音、まあ、ウーマンの音、ウーマントーンみたいな感じやってね。で、女性的な人ですけど、うん、全然。じゃあ超安全運転爆音族って、うん、なんか近く寄ってみたら絶対お構いないつら。だからことさらなんか男性的な音出すっちのさっき言うたお構の本間の定義に似てるでしょ。あ、お構の本間の定義ちゃう、お構っていう悪口の本間の用法にぴったりなのは超安全運転爆音族に対して。なんでかって、のべつ幕なし一生懸命男性的な声ちゃうで、男性的な音出しそうやろ。あれがおかまって悪口がぴったりするルーキーやな、あいつらこそが。実はね、男性社会で男性として生きていて、一生懸命男性的なことをして、で男性的な声を出して、で音は、音が男性的やったら実はヘボやねん、男性社会でね。どんな作業でも、実はね、その包丁でもそうやし、その大工でもそうやねん。音が女性的な職人、道具を使った時の音が女性的な職人、これがほんまの男性やねん。絶対稼げる男性やん。武道もそう、実は。だから超安全運転爆音とか全員お構いやねん。